はい、どうも TS です。それではね、メタルギアソリッドピースウォーカー HD エディションをプレイしていきたいと思います。でですね、これはPSP で出たね、ピースウォーカーの、PS3 版、高解像度版となってるんですけども、あと TPP までね、時間がないので大事なとこだけね、プレイしていこうと思います。でですね、いろいろデータを探したんですけれども、当時やり込んでいたデータがなくてですね、中途半端なデータにしか見つからなかったので、その辺はご了承ください。強くてニューゲームじゃないですけど、そんな感じでねプレイしていこうと思ったんですけど、まあ最初からやるよりはマシなんですけど、まあやり込んでる感じではないんですけど、まあそれではね、プレイを開始していきたいと思います。はい、ここがですね、ビースウォーカーのメイン画面になりますね。マザーベースで、ここでですね、いろいろなことをしてミッションに出撃するという形になります。このマザーベースをですね、いろいろなことをして大きくしていくというのもこのゲームの一つの目的になります。でね、いろいろ見ていきたいと思います。部隊派遣とかですね、人員配置、あとメタルギアジークなんかね、もう開発できたり、兵器、ミッション中に使える開発とかもね、兵器の開発もできます。こんな感じで、ミッション中にね、フルトン回収といって気球みたいなので、捕まえて仲間にできるんですけど、このようにいろいろ配置できます。このデータね、やり込んだデータとはちょっと違うデータなので、ちょっと中途半端な値になってますけど、こんな感じでどこに配置するか、兵士の能力を見て、最適な場所に配置する、まあ、スキルでもいいんですね。でこんな感じで配置して、レベルを上げていろいろなことができるようになっていくと。こんな感じで、武器もね、どん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 研究開発とかですね、いろいろなレベルを上げていくと開発できる武器が増えてきます。こんな感じでいろいろいろんな武器ありますね。まあ、戦闘武器だけじゃないんですけど、いろいろこんな感じで、まあ、アイテムもね、いろいろ作れます。はい、メカっていうのは大型兵器、ミッション中にですね、大型兵器と相対することがあるんですけど、それをですね、なんと捕獲できます。それで自分のものにしちゃえるという。それで、捕獲した兵器はですね、部隊と自分の戦力として部隊で派遣して、いろいろなね、報酬とかもゲットしたりできるようになるっていうものになります。それでですね、ここでですね、オンライン対戦とかもできますね。さて、そろそろね、ミッション行きましょうかね。一番最初のミッションはね、やはり重要なので、プレイしていきたいと思います。で今回チュートリアルもですね、あえてプレイしていこうと思います。驚くべきなのはこの今 CG シーンなんですけど、これPSP でもね、ちゃんと CG が動いて再現されてましたね。すごい、 PSP でここまでできるのかと、このシーンもありましたね。かなりいろいろ良くなってるんですけど、基本的なことは全部 PSP と一緒です。この国境なき軍隊っていうのはね、ビッグボスの重要なキーワードの一つですね。このイメージね、なんか辺境の地で小さな部隊を作って訓練している、で戦場を渡り歩いているという時代ですね。ビッグボス3から何年かな、何年か経った後ですね。 PSP でね、ちゃんとこのシーンも再現されてました。かっこいい。そしてこのね、蛇のような傷跡、ボス3をプレイした人ならハッとするかもしれないですね。かっこいい。この椅子もありました。お願いします。この兵士たちと一緒に訓練するという名目でチュートリアルが体験できます。飛ばすこともできます、スタートボタンでね。操作方法は基本的には PSP 版と一緒ですね。はい、こんな感じでいろいろ。お前たち、ボスが参加してくださるぞ。イエス、ボス、よろしくお願いします。ボス、敵地で最も重要なのは状況の把握だ。確かに、どこを見るか、いかに早く目標を発見するかが生死を分ける。
そのためにまず中視点の移動を体得するんだ。中視点の移動には右スティックを使え。このね、訓練なんだけど、ゲームらしい説明ね。右スティックを使え。あ、上を見ろ。そういえば、下を見ろ。ほい。よし。中視点の移動、PS3 版と大きな違いの一つ、PS3 版と PS3 版の大きな違いは、PS3 版は右スティックが使えるんで、すごい視点移動がしやすいですね。これで決定する。よし、次、左右の確認を行う。右を見ろ。ディンディン。よし。左を見ろ。ディン、おお、びっくりした。よし。ディンディン。中視点の移動、左右の操作はこれでいいな。問題なければ、アクションボタンを押す。基本操作は確認できると。アクションボタンを押せっていうのがいいですよね。操作方法は、リアルで言われたら何のこっちゃって言われますもんね。自分に最も馴染む方法を選べ。あ、これモンハンに近い操作も選べます。姿勢変更の方法を説明する。モンハンとコラボしている作品でもあるんですね。敵を目前に棒立ちしているなど自殺行為だ。敵に見つからないように、時には姿勢を低くする必要がある。確かに。姿勢の種類は、立ち、しゃがみ、歩幅の3つ。姿勢の変更には、しゃがみボタンを使う。しゃがみボタンを使うっていうのがいいですよね。しゃがみボタンを短く押すと、立ちとしゃがみに姿勢が変化する。イエス。それぞれの姿勢で移動も可能だ。はい。しゃがみボタンを長く押すと、押している間は歩幅する。ただし、歩幅している間は移動することができない。ここが3と違いますね。歩幅中に移動はできない。歩幅移動はできたけど、しゃがみ歩きはできなかったっていう。こんな感じでね。3の時は歩幅の時に動けたんですけど、次に移動方法はしゃがみながら移動できますね。移動には左スティックを使う。少し入力すればゆっくり歩き、多く入力すれば速く走る。状況によって使い分けるんだ。おいえ。走っている時は足音も大きい。敵に見つかりやすくなるから注意しろ。おいえ。これでただ歩けばいいですかね。おいえ。ぐる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 、ふぅ。操作感もね、かなり3から操作しやすくなってます。ローリングは前方の邪魔な敵を投げ払う。すごい移動しやすくなってますね。敵に囲まれて突破が困難な時に役立つだろう。よしよしありますけどね、これには。しかもローリングは小さな溝や障害物を飛び越えることもできる。ローリングするには走りながらしゃがみボタンを押せ。いいな、走りながらしゃがみボタンを押す。よく覚えておけ。これ聞いてる兵士何言ってんだろうみたいになっちゃいますよね、リアルだったら。何言ってんのこいつ、走りながらしゃがめみたいな。そこがいいんですよね、メタルギアね。もう完全に割り切ってるっていうゲーム。リアルさを。では、打撃攻撃について説明する。とっさに敵に遭遇した時、ゲームらしさを融合させていたのがいいですね。弾切れを起こした時などに役に立つ。この攻撃が正確に決まれば、どんな相手でも立っていられないだろう。打撃攻撃は移動せずに攻撃ボタンだ。移動せずに。では私の号令で攻撃ボタンを続けて押し、相手を倒せ。相手を倒せ。始め。ボス、お願いします。ボス、お願いします。これかわいそうですよね、いくら訓練とはいえ。ボス、お見事でした。まあでもだいぶね、3からスタンロッドの訓練を行う。体術弱くなったね。スタンロッドを突き出すと150万ボルトの電流が放出される。接触した相手はたまらず気を失うだろう。まあ確かにね。スタンロッドを使用するには構えボタンを押して、スタンロッドを構えながら攻撃ボタンを押せ。これスタンロッドだけじゃなくて銃もね、基本的には構えボタンを押して射撃。その効果を自己申告しろ。では自己申告って言うのがいいですね。スタンロッド攻撃訓練用意。始め。自己申告って言うのがいいですね。この人ね、演技力が高いですよ。ビリ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 。見事で倒れるところなんかすごい演技ですよね。では CQC の訓練に移る。CQC、クロスクォーターズコンバットとは、近接戦闘術のことを指す。Oh, yeah. 目前の敵を手際よく排除するのに有効だ。CQC には様々な種類がある。それを一つずつ体得してもらう。慣れているからといって甘く見るな。これまでとは勝手が違うだろう。初心に帰ったつもりで取り組んでくれ。3からも4からもね、結構変わってますね。相手を掴んですぐ投げる方法は、4からはちょっと変わりましたね。掴んですぐ投げるには、相手の近くで左スティックを入力しながら攻撃ボタンだ。アイコンが出ているタイミングを狙うんだ。アイコンが出ているっていうのがいいですよね。では私の号令で相手を投げてみろ。始め。アイコンは出なかったですからね、スリーの時は。ただ投げ回りに関しては、スリーやフォーよりね、短くなる。見事です、ボス。次に近くの相手を拘束する方法を教える。これは CQC の基礎だ。相手を拘束するとそいつの運命はお前の手に落ちる。なんかちょっとここかっこいいんですね。ここからどうするのお前の自由だ。
ただし長時間拘束していると大概の相手は気絶してしまう。まあ、首絞めながら拘束してますもんね。では始めよう。相手を拘束するには相手の近くで攻撃ボタンを長く押す。私の号令に合わせて。これ3のこれ難しかったですからね。始め。ボタンを間違って強く押すと首切っちゃうっていう。これいいかい。これですね。見事ですボス。で三角が表示されてましたけど、あれやると情報を切り出せますね。拘束した相手を投げ飛ばすには拘束中に左スティックを入力するんだ。左スティックを入力するんだ。私の号令に合わせ相手を拘束投げ飛ばせ。始め。お願いします。お願いしますボス。あ、ちなみにあの投げ能力もですね、あの3から3は一発で気絶したんですけど、ボスお見事でした。今回一発ではねほとんど気絶しなくなったんですね。では2の敵を相手にした CQC に移る。 CQC で拘束した相手を他の敵にぶつけると一度に多くの敵を片付けることができる。相手の近くで攻撃ボタンを押して相手を拘束。拘束中に左スティックを入力して相手を投げ飛ばす。この時他の敵に向けて左スティックを入力するとその方向に相手を投げ飛ばすことができる。これもね、では3からちょっと法令に合わせ相手を拘束強化された点ですね。投げ飛ばすんだ。始め。お願いします。投げやすくなった、相手の方向に投げやすくなったってなんですね。拘束してで、あ、相手がいるぞ、こんな感じで。ただ威力は下がってますね。ボスお見事でした。もう一回。始め。お願いします。もう一回投げられるの。ちょっとかわいそうだからもう片方の方に投げましょう。うわすごい。一瞬手が2つ見えましたけど、これ多分今後やれると思いますね。今日はボスが参加してくださっている。根性を叩き直してもらいたい奴は前に出ろ。前に出ろ。ボス本気でお願いします。本気でお願いします。複数の相手がそばにいるときは次々と他の敵を相手にしなければならない。これがですね、相手を投げ飛ばす。3の CQC より強くなった点ですね。アイコンが出ているタイミングを狙え。始め。お願いします。お願いします。よし、こうで投げると、近くにいるとこう手が2つになって3つになってみたいな。で、2回3回目の時の投げはですね、威力が高くなってます。もう1回また投げられるの。お願いします。お願いします。よし、2人目3人目の時威力が上がって一撃でほぼ一撃で気絶するようになってます。はい、今気絶してないです。すごいすごい。やべえ、見られちゃった。今日はここまでだ。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。逆に俺言われちゃった。そうですよね。そらね、あんなに投げられたり蹴られたりね、そら疲れますって。スネーク、スネーク。ここはムービーですね。メタルギアソリッドピースウォーカーは珍しく、PSP の CG を使ったムービーが挟まれますね。やっぱ PSP の性能には限界がある時があるんですね。カズ。で、こんな感じでいろいろな動きを見せたい時はアメコミみたいな感じでね、展開されていくという。 PSP のゲームで一部でね結構ありましたね。竜が動くとか黒ひょうとかもこんな感じでイベントが展開されてましたしね。ありがとうございました。ビッグボス。スネークでいい。すいませんでした。すいませんでした。勝利のボス。いいか、スネークでいいって言ってるのにボスって言ってるこいつ。さもなければ死しかない。俺たちにはそのどちらも許さない。こいつ反抗期ですよね、この兵士。スネークでいいって言ってるのにボスって言ってさらにね、なんか口答えみたいなのしてますけどね。このね、雨漏りしてる、ちょっと雨漏りしてるところっていうのがいいですね。お、ありがとう。生き返る。やはりコスタリカコーヒーはうまい。で、コスタリカ政府のお偉い先生がこのコロンビアに何のようだ。コスタリカ国連平和大学。まあね、ピースウォーカーの物語とか概要はここから説明されると思うんで、俺はあえて説明しないですね。実は1年ほど前から
コスタリカで武装集団を見かけるようになりました。もちろん正規軍ではありません。コスタリカは軍隊を持たない。ねえ、憲法12条、常設の組織としての軍隊はこれを禁止する。平和憲法。ニカラグアから逃れてきた反政府組織じゃないのか。いやいや、ゲリラには見えません。もっと組織的です。コスタリカ政府は何と。政府の見解ではコスタリカ開発公社に雇われた多国籍企業の警備員だと。もちろんデタラメです。彼らは最新鋭の兵器や設備を大量に運び込んでいます。どこからそんな資金が。おそらくラシーヤが関与しています。 CIA。 ご存知の通り、中南米はアメリカ合衆国の裏庭。キューバ危機以降もアメリカ合衆国との繊細なバランスを何とか保っています。だから政府は奴らを追っ払えないと。私たちは銃を握ることはできません。日本にも平和憲法といわれる第9条がある。軍隊を保持しない戦争の放棄だ。あなた方は国家や思想によらずどんな相手とも戦うと伺っています。お願いです、軍隊を持たないコスタリカから彼らを追い出してほしいのです。あなた方、国境なき軍隊に。俺たちを雇いたいということか。はい、あなた方に抑止力となっていただきたい。報酬は十分とは言えません。ですがあなた方の前線基地としてカリブ海沖にある洋上プラントを提供できます。最初はね、これがマザーベースになるんですけど、いい最初はこのボローいマザーベースで人を集めたりしてレベルを上げていくと、立派な基地になっていくという感じになります。非公式ではありますが政府の協力を取り付けました。できれば移動用にヘリがいるな。掛け合いましょう。待て、俺たちを戦争の犬たちか何かと勘違いしてるようだな。いい、私はそう聞きました。国家に帰属しない軍隊だと。俺たちは国を捨てただけだ。お願いします、助けてください。いいか、奴らが絡んでるなら力では無理だ。政治で解決するしかない。国は動けないのです。帰って政府のお偉方に伝えろ。知り合いのネゴシエーターなら紹介してやると。いえ、私は政府の代行で来たわけではありません。じゃあ何のために。私は大学で数十年にわたって平和を説いてきました。今夜ここには教育者として来たのです。私の教え子です。大学で平和について学んでいます。名前はパス。このパスというキャラクターですね、ピースウォーカーでもそうですし、グラウンドゼロズでもファントムペインにも関わってくるね、結構重要なキャラクターになりますね。俺と同じ名前だな。俺は和平、日本語で平和って意味だ。よろしくパス、カズって呼んでくれ。このねスルーでちょっとあの悲しい気持ちになったのは俺だけじゃないはずですね。ウェルドリモンの北に彼らの資材搬入口があります。数日前、パスは行方不明の友人を探してその施設に踏み込んでしまった。そして彼らに捕まったのです。パスは16歳のまだ子供です。彼女は乱暴され、なんとか自力で逃げ出してきました。おーズム、おお、スネーク投資能力、おっ、これもしかして、これもしかして、あっ、16歳のまだ子供ですし、いけませんでござる。おお、これはね、ひどいことされたらいけないでござるね。ちゃんと観察しよう。おお、終わっちゃった。私の名前はラ。スネーク投資能力が、私は平和、俺にもください。私はそのために生かされている。お願い、私の国コスタリカからあいつらを追い出して。悪いが、あなたをビッグボスと知っての頼みだ。ビッグボスね、
3をプレイした方はわかると思います。3をプレイされてない方はですね、ぜひ3をチェックされるか、もしくはですね、自分が3の動画を上げているので、そちらをご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じでね、ここから多分操作が始まると思います。で、ここはですね、いろいろ操作の練習も兼ねていろいろできるところですね。ここですね、射撃の練習とか、いろいろできるんです。ここのね、こうやって、あとちょっと補正がかかるんでね、物にこんな感じで落とせます。で、撃てる、いろいろ撃てます。で、練習ができますね。で、なんとここ弾薬が湧きます。これ海に浮いてるものもパシュッと撃てます。当然これも撃てます。はい、浮いてるね、浮いてるものは全部撃てます。こんな感じで流木も、あ、外れた。この上に撃てます。で、もったいないと思いますよね。でも問題ない、弾は湧きます。で、ここに誰もいないし、なんとグリルはい、こんな感じで、装備を変更してこうやって、構えて射撃ボタンで投げる。いや、いろいろね、ちゃんとグレネードの軌跡も表示されるようになったのがすごい分かりやすいですね。こうやってちゃんと麻酔銃、これマーク20、これが麻酔銃です。被殺傷が、メタルギアソリッドはね、グレネードならこんな感じでポンと、グレネードは爆発物、バーンでこう開くと、メタルギアソリッドで高評価でクリアしたい場合は、敵を倒さない、銃とかで撃って殺さないようにして進むのが基本になります。殺さなくてね、回収すれば味方にもなるんでね。よく依頼を受けてくれたな。この画像も PSP からかなり差し替えて高解像度になってます。サンヒエロニモっていうのは、PSP で出たナンバリングタイトルじゃないんですけど、PSP のアクション映画、アクション映画じゃね、アクションゲームのポータブルオプスの舞台となった島ですね。こうやってさりげなくね、シリーズについても触れてるっていうのが特徴ですね。まだいるのか。スネーク、悪い話じゃないと思う。寝なし草の俺たちに落ち着ける場所を提供してくれるってんだ。養生プラントだぞ。マザービス。これを機に MSF を拡大できる。カズ。これね。国境の奇遇部隊。俺たちはこれまで通りノーマッドでいい。紛争地帯を渡り歩いてはその都度戦場に利用されるのが望みか。どこかに今日構えたりすると、まさにその戦争屋になりかねない。聞いてくれ、俺たちは傭兵じゃない、外人部隊でもない。スネーク、 MSF は新しいビジネスなんだ、ね、スネーク、奴らと戦争をしよう。このカズヒラミラーというのはですね、シリーズ通して出てくる、何回か出てくるマスターミラーというキャラクターになりますね。そうなると、教授、おそらく KGB だ。そうか。そりゃそうでしょう。あんなごっつい技術つけてるんだから、ただもんじゃないですよね。後戻りはできなくなる。葉巻に火がつかない。え？カズ、コーヒー入れろ。教授本人に聞いてみよう。待ってるってね。こんなごっついてからね、ライターっていうのがね。私はヘビースモーカーだった。書記長閣下から勲章をもらった時に。隠すつもりないですよね、書記長閣下からって言ってるから。肺を患ってね、タバコをやめてからは使い道がなかったんだが、伝説のビッグボスにもうね、隠す気ないっていう、この辺りから。そのコードネームは CIA がでっち上げたものだ。ではなんと、
ジョンと呼ぶ。ジョンっていうのはね、スリーをね、ここに名前はない、知ってる方はちょっとニヤリとできるんじゃないでしょうか。あんたらが好きなコードネームも10年前に捨てた。なんでこの教授がジョンと言ってるのか。セントラから来たあんたのことは、なんて呼べばいい。それなら、話が早い。もう、戻ってきた時から隠す気ないでしょ。無知のごとく痩せ細り、拷問のごとく熱き土地。チリの詩人、ネルーダ。そんなに売れてたんだ。中米は、北米大陸と南米大陸をつなぐへその緒だ。我々はここが欲しい。ここに社会主義国を作り、南北アメリカを分断する。アメリカは、裏庭を失う。その生産、流通、軍事戦略的価値すべてを失う。そして同時に我々は南北アメリカを射程に収める基盤を手に入れることになる。この中央アメリカを取った者こそが冷戦に勝つ。まずはニカラグア、親米派のソモサ政権を転覆させる。その準備として我々は反ソモサ世論に拍車をかけ、そして反ソモサ勢力であるサンディニスタ民族解放戦線の支援を行っている。サンディニスタがニカラグアの親米政権を倒すのを仕向けるわけか。革命が成功すればニカラグアは社会主義化する。しかしアメリカも黙ってはいまい。まさにだからこそ CIA が動き出したのだ。それがコスタリカの武装集団の正体だと。そうだ、ニカラグアでの我々の活動を妨害するため隣国のコスタリカに軍隊を送り込んでいるに違いない。つまりコスタリカに駐屯している軍隊は CIA 資本。そして CIA はそれだけではなく、ここで何かを始めている。何を。我々もそれが知りたい。ビッグボス、あなたとあなたの部隊にそれを突き止めてほしいのだ。まずは彼らの陰謀を調査するため、パスが囚われていた沿岸の施設に行き、各拠点の情報を入手。そして奴らを追い出してほしい。俺たちに KGB と CIA のいざこざに介入しろと。あの子、さっきの作り話か。平和の話だな。彼女が捕まっていたのは本当だが、私が KGB であることは伏せてある。お涙頂戴の作り話で引き受けるとでも思ったか。いや、彼女に同行してもらったのには訳がある。彼女は何とか逃げ延びたが、彼女の友人はまだ生還できていない。なぜ彼女たちが襲われたか、そのヒントがここにある。おそらく見てはいけないものを見てしまった。いや、聞いてはいけないものを聞いてしまった。カセットテープ。これは彼女、パスが施設から持ち帰ってきたものだ。このテープはパスの友人が偶然録音したものらしい。なんだそれ。ステレオカセットプレイヤーだ。携帯当時ね、本当にソニーが、開発したらしいカセットしてるよね、ウォークマン。で、この作品、ウォークマンともコラボしてて、このカセットテープもなんと、兵器開発で、開発できて、しかも、どんどんバージョンアップするっていうね、最終的には最新型がこの1970年代に出てくるっていう。鳥の研究をしていた。森で鳥の声を録音中に何かに出くわした。俺のどこが。ここからだ。追い返せない凶暴な蛇だ。何を見せる。追い返す。殺さなければあなたが噛まれる。帰れ。ボス。正門分析。ボスね。一人の音声は
伝説の英雄であり犯罪者であるザ・ボスザ・ボスっていうのはですね、このスネークの恩師であり戦友であり母親的な存在でもあったね。ザ・ボスというキャラの声ですね。詳しくはですね3を参照してください。私は自分に忠を尽くす。ボスがコスタリカで生きているとでも。私が知る限り彼女はあなたと共に戦った上官、そして CIA の命令を受けあなたが殺し、あなたは英雄ビッグボスに昇格した。どうします？引き受けてもらえますか？悪い顔やな。これは罠だ。やはりそこに住むことはできませんか？そしてこの悪そうな顔に合う声では、これはもういらない。ほんとね、すごいですよね。待て、スネーク超早く、娘のためだ、パスロ。なるほど。今度ね、メタルギアファントムペインもね、5なんで V ですね。お、プレイですね。ここはね、どんなに進んでても固定の衣装です。はい。CIA の傭兵、なんか掃除のおっちゃんに見えるけど、見つからないように潜入するんだ、ね、ちょっと派手な清掃のおっちゃんに見えるけど。さあプレイ開始ですな。さあ行きましょう。非殺傷で行きましょうね。でこのゲームの基本はですね、かなり3に比べて見つかりにくくなってるんで、このように見つからってない状態で銃を構えると、至近距離まで近づいて後ろで銃構えるとホールドアップって言って無力化できるんですけど、そうすると敵に見つかって警戒フェーズにならない限り敵は何もできなくなります。これがね、このゲームのかなり基本的なものになります。敵はどこにいるんだ。あ、いた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 。よし、こっち行きましょう。まずカムフラ率っていうのは3と一緒なんですけど、動くな。このようにかなりね、見つかりにくくなってます。足音も聞かれづらくなってます。敵のね、視野のがだいぶ狭くなってるとか短くなってます。なんでこんな感じで3だとこれ絶対見つかってたんですけど、動くな、見つからなくなってます。3だとね、もうさらに遅い歩きをしないと見つかってたんですけど、あ、フルトンがない。でフルトンっていうアイテムがあると敵兵を回収できます。さあ進みましょう。サクッとね、サクッと進みましょう。最初のはでね、短いです。ただこのね、ホールドアップができるのとできないのとではね、かなり変わってくるんで、ホールドアップすると本当に麻酔銃もね、節約できます。まあ弾の弾数には困ることないと思うんですけど、こっちかな。おお、いた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 、危ない危ない危ない。サプレッサーって言って、銃のね、銃撃音を抑えるやつがあるんですけど、最初は数発で壊れてしまうので、なるべく使わないようにしたいんですけど、危ない危ない。まだだ。この CQC の投げアイコンマークが出てるところぐらいまで、後ろから近づいて投げると、だいたい CQC がね、CQC じゃない、ホールドアップが成功します。こっちから行くか。あそこにもいるんですよね。眠らせておきたい。眠らせ、よいしょ、OK。ヘッドショットだと、一発で敵が眠ります。ヘルメットかぶってるとヘルメットが取れるんですけどね。ただヘルメットを取った後にもう一回ヘッドショットすれば OK。OK。アイテムはない。さあ、進みますかね。
狙い撃つ場所によって麻酔時が効く時間が変わります。ただヘッドショットできなくてもボディに3発ぐらい当てればすぐ寝ます。最高がゴールです。あの黄色い線みたいなのがあるんでね、これが目印です。これがゴール、もしくは次のミッションかなんかに行くとき目印になりますね。お、イベントシーンが始まった。で、このイベントシーン、あれアメコミみたいなイベントシーンなんですけど、あの操作が求められるときがあります。ただ見てるだけではなく、あ、これね、さっきの声もかなり重要ですね。こんな感じでね、展開、お、もしかして、危ねえ、だ、オッケー、こんな感じでね、僕らはどこに向かっている、途中で操作が求められるって言います。三角のイラン、そこに何がイラン、おお、びっくりした、びっくりした、危ない、危ない、ういおお、びっくりした、ういビリ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 、あ、さっきのね、兵器かなり重要ですね。ん？なんだこれは、トレーディングカードか。廃課金野郎だぜ。これあの兵器なんですけど、で、まあネタバレするとボスにもなるんですけど、の声ボーカロイドというですねシステムが使われてまして、自分でねボスの歌というかセリフみたいなのを作れるっていう、 PSP でも PS3 でも作れます。すごいですよね。ボーカロイドのシステムも使える、で自分で曲みたいなのも作れるっていうね、それがボスのセリフになる、素晴らしいですよ。フィルムバッジ、放射線の被曝量を測定する、通信兵の服にもな、わかりやすくね説明してくれてますね。のことをスピアと、待て、じゃあそこには核だ、コスタリカに核が運び込まれている、なんてこった。そう、こうやってあの平和のね国コスタリカに核が持ち込まれているということで偽装化が始まります。それではご視聴ありがとうございました。